赤外線カットフィルターを取り除いてフルスペクトルカメラにしたオリンパス EM10 Mark II を使って船舶の周りの遊歩道を一回りして赤外線カラー写真を撮りました。船舶は水戸市の偕楽園公園の一部を成していて一周が3キロメートルほどの湖です。赤外線モノクロ写真は普通目に見えない赤外線だけを使って撮影しますが、赤外線カラー写真は赤外線だけでなく目に見える光、可視光も使って撮影します。この時、波長の違う光をどのように組み合わせるかによっていろいろな魅力的写真が出来上がることがこの赤外線カラー写真の醍醐味です。 IR630 のようにある波長付近の光の通り方がガラリと変わるシャープカット、ロングパスフィルターがよく使われますが、透過率が波長によって複雑に変わる L156 のようなフィルターも興味深い結果を出します。フルスペクトルカメラで赤外線カラー写真を撮るときにはどんなフィルターを使うかということが大切です。詳しいことは別の動画で説明しますが、この動画は赤外線写真撮影によく使われる IR630、IR クロームとあまり目にしないリーフィルターの L156 と L729 を使った写真でまとめてあります。まずは船箱の西の端からスタートして南の岸を歩きながら写真を撮ります。使ったフィルターは写真の右下に書いてある通りです。撮影に際してフィルターごとに必要なカスタムホワイトバランス設定については別の動画で説明します。カメラを左の方に向けると北西方向にある小高い丘の上の偕楽園画面に入ります。デジタルカメラを用いて赤外線カラー写真を撮る時の目標の一つにフィルムカメラで撮影した赤外線カラー写真と同じ色の写真を撮ろうというのがあります。実際赤外線カラーフィルムは芸術作品を作ることや研究手段として使うことの他にもいろいろな用途に使われています。ここで使う IR クロームというフィルターはアメリカのコラーリビジョンという会社で開発されて販売されているフィルターで、これを使えばかなり忠実にコダックの赤外線カラーリバーサルフィルムの EIR での撮影を再現しているようです。フィルターの一つであるL156 フィルターは淡いチョコレート色のフィルターですが、これを使うと赤外線を強く出している植物の葉はウッド効果で明るくなって IR630 フィルターなどでと似た雰囲気の写真を撮ることができます。ただし IR630 では葉の色は薄い青色系統ですが、 L156 では薄い紫色になります。何より大きな違いは L156 ならば空や水の色は青く映り、何の後処理もなしないで美しい赤外線が写真が得られることです。ところで IR クロームと同様に青系統の色のフィルターを用いることで赤外線カラーフィルム型の色の写真を撮ることができます。ここではリーフィルターの L729 を使って赤外線写真を撮りました。 IR クロームの写真に比べると木の葉の赤はピンクがかった色に、空や水の青は緑がかった色になっています。船箱の南岸には駐車場や広場、花壇などがあって来訪者がゆっくりくつろげるようになっています。
この写真は L156 フィルターをつけてそのような広場から千箱を撮ったものです。この写真は前の写真から少しずれたところを IR630 フィルターを使って撮ったものです。前に述べたように空の色も湖の色も茶色く写っています。この写真はほぼ同じところを L156 フィルターを使って撮ったものです。同じ場所を L729 をつけて撮ると IR クロームで撮った写真と似た色合いの写真が完成しますが、同じではありません。目で見ると同じ青い色のフィルターですが、光の透過率の波長依存性が違っているためです。偕楽園の丘が中心になるように IR クロームフィルターを使って撮りました。 L729 フィルターに比べて木々の葉は真っ赤に映ります。丘の中央には偕楽園の光雲堤が見えています。国鳥の他にも千箱には多くの水鳥がいて、近づいても逃げずに写真を撮らせてくれます。千箱の西の端にはボート乗り場がありますが、この日はほとんどのボートがつながれたままでした。千箱には観光のためと水質浄化のために大噴水1基と小噴水2基が設けられていて、夜になるとライトアップもなされます。写真の噴水は千箱の西側部分にある大噴水です。全面ガラスで見晴らしの良い光文カフェの窓には木々が青く映り、前の芝生には国鳥たちが遊んでいました。光文カフェのあたりから千箱の東の方から北の方向にかけてみると、湖を越えた先には水戸の市街地が遠望できます。ここにはそれほど高い建物はありませんが、前景にある赤外線を反射する木々と千箱の水が美しい景色をもたらしてくれます。この景色を被写体として4つのフィルター、 IR630、L156、L729、IR クロームの効果を確かめてみましょう。まず最初にお見せするのは IR630 フィルターを使って撮った写真です。このフィルターで撮った写真以外は全て青い空が青く表現されていますが、このフィルターによる写真だけは茶色い空になっています。そこでこの写真についてだけは後処理を行うことにして、赤チャンネルと青チャンネルのデータを交換する処理を行います。このような処理を行った写真が次の写真です。この写真はIR630 フィルターを使って撮影した写真について、青チャンネルと赤チャンネルのデータを交換するチャンネルスワッピング処理を行って得られた写真です。この処理を行った結果、空は青みがかった色に変化しましたが、赤外線を強く反射している木の葉の色は黄色っぽく変化しました。薄いチョコレート色をした L156 フィルターを使って撮影した写真は、木の葉の色が薄紫であることを除いて IR630 フィルターを使って
撮影してチャンネルスワッピングをして得られた前の写真とよく似た写真となりました。これは L729 フィルターを用いて撮った写真です。これは IR クローンフィルターを用いて撮った写真です。すでに述べたようにデジタルカメラで赤外線カラーリバーサルフィルムで撮った写真と同じような色の写真を撮る努力がいろいろとなされてきました。ここではこれに関して L729 フィルターと IR クローンフィルターで撮った写真をもう一度比較してみます。被写体は英語でアートタワーミトという水戸芸術館のアートタワーが顔を出している木々の写真です。最初の写真は L729 フィルターによるもので空と水は緑がかった青い色で木の葉は明るい赤い色です。これは赤外線カラーリバーサルフィルムと同じ色の写真を撮ることができるというIR クローンフィルターを使った写真です。空も水も青く木々の葉も濃い赤さを見せています。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルは目に見えない光で撮る赤外線写真および紫外線写真とレンズなしでのカメラで撮るゾーンプレート写真の動画のコーナーです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。